俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ今画面上にも出ていると思うんですけれど、最近 Twitter とかですね、まあなんやかんやの SNS に精鋭14のアイテム類がですね、まあ、なんかリークされているっていうのがありましたんで、まあ、今回はそれを見ていきながら、まあコラなんじゃないのっていうふうに疑われている方も多いと思うんですよね。僕も、各僕もそんな感じなんですけれど、まあコラかどうかはともかくとして、まあそこの辺、コラの可能性とかも解説していきながら、実際どうなのかみたいな、真偽はわからんですからね。はい。なんですけれど、まあわかる部分はまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、今回やった画像が、まあ、4枚ですね、こうやってあるわけなんですよね。まあ、1枚ずつ見ていこうかなというふうに思います。まずこの車両の方から、まあ、なんか精鋭14の報酬ですよ、みたいな感じで出てまして、まあ、こんな感じでですね、ちょっと見えづらいですけれど、精鋭14みたいなマークの方がこうやって書かれているというふうな形になっておりますね。はい。精鋭14のなんか専業の展示みたいな、そういうのもこうやって出ておりまして、まあ、一応あるみたいな具合になっておりますね。はい。カラーリングで言うと今までになかったタイプのカラーリングの流星という風になってますね。精鋭14の、しかもこれ尊敬現状版みたいな書かれてますけれど、これ VIP 版になりますよね。はい、名前的に言うと、まあ、なんでこいつが等級的に言うとナンバーワンの車両になってしまうと、精鋭14になったらもはやその金枠の車両すらですね手に入れる理由というのはなくなってくるみたいな感じになるのかもしれませんね。実際これが来るのかどうかはわかりませんけれど、まあそのような具合となっておりますね。まあ、しかしでも上側ですね、ここアイコンの方が変わってないんですよね。普通そんなことあるかなみたいな思いましたし、まあ、なんか謎のですね、左上にマークも出てますよね。こんなんあったかなみたいな、 VIP 版こんなんでしたっけ、ちょっと覚えてないですけれど、一応こういった形になっていると、まあ、もしかしたら追加されていないアイテムだからこそこういう風な表示になってしまっているみたいな、そういうのはあるかもしれないですね。ナンバープレートあったっけ VIP 版って、ちょっと覚えてないですけどね。僕も持ってないからですね、あのボルデックスの方持ってるんだったらわかると思うんですけど、なんかちょっとまあ怪しい点もありつつ、まあ、こういう風になっているっていう具合ですね。はい。まあ、じゃあ二つ目見ていきましょう。二つ目がこちらの AK ですね。この AK が一番怪しいんですよね。はい。これ色チェンしたら簡単にこれ作れますしね。さっきの画像とかもそうなんですけれど、全体的にその画質がちょっと荒いですから、なんとも言えないっていう。まあ、コラであることをごまかすときに結構ですね、画質をわざと荒くしてですね、ごまかすとか、まあ、実写で撮った写真風に見せてからごまかしていくっていうのは、まあ、僕も結構使う方法なんですけれど、まあ、そういう風にも撮れますし、まあ、なんとも言えませんけれどね。まあ、一応こんな感じになってますね。さっきの画面と金剣の数が違うってのもちょっと気になりますね。わざわざ変える必要があるのかみたいな思いますけど、一応こういった具合ですね。まあ、違う人のまあ画像みたいな感じなんですかね。はい。で、一応ここら辺に画像とかもありまして、まあ、AK のアイコンの方ありますが、まあ、ちょっとですね、 AK のアイコンの方、まあ、本来重機スキンが置かれている場所よりは若干ちょっと左上の方にですねあるみたいな風になってますね。この後出るアイコンの方も全部左上という風になってます。でもこいつも豪華限定版みたいな感じで書かれてますけれど、でも金チケット5枚みたいな風にも書かれてますし、どっちなんだろうみたいな、緑 AK の次みたいな感じなんですかね。わかんないですけどね。なんか突っ込むべき部分が多すぎてなんともみたいな、なくはないのかなっていうふうには思うんですけれど、ぶっちゃけどうなんだろうみたいな、うん、思いますね。あまりにも紫すぎるっていう、特にアイコンの方がですね、まあそれはちょっと思ってしまう部分ですが、まあ一応あるっていう感じですね。真偽はともかくとして、まあ来たらどちらも面白いようなアイテムですよね。まあ精鋭の報酬にですね、まあ金枠の車両がないっていうのは結構おかしいんじゃないかっていう、結局そこは課金して手に入れないといけないのかみたいな感じで思われていた方も多いと思いますので、まあそれが来る分にはいいんじゃないですか。で、次こちらですね。さっきのまあ AK にもありました通り、まあその追加要素的なものがありますよね。ここ下のところですね。下のところに、まあ、今までなかったような要素っていうのがついていますね。はい。まあ電動枠みたいな、電動枠でもあるような特典っていうのが追加されていると。まあこれとこれあれなんですかね。既存のその金枠の拡張の1個上が実装されまして、まあどっちも金地系多く必要ですけれど、これも6枚必要となってますけれど、まあ、電動枠と同じような機能がついているみたいな。だから金チケット集めてくださいねっていう風にしたいのかなと、はい、されたいのかなと、売り方的にはまあ十分わかるかなっていう感じのあれですね。はい、電動枠だけではなくて、まあこういうまあ金枠のやつもたくさんそのチケットを使えば一応同じような機能解放されますっていう風に考えると、まあ悪くない売り方ではあるのかなという風に思いますね。で、一応こちらのアイテムに関しましても若干アイコンの方が左上に寄っているっていうですね。まあこのね左上に寄ってしまうやつに関しましては、まあ、ちょいちょいあるまあバグというか仕様というかそんな感じ
感じですので、まあ、そんな突っ込むべき部分じゃないかなっていう。まあ、過去何回かありましたし、まあ、何やったら、81の天地ゲームもちょっとやってますしね。いや、ゆえにですね。まあ、ですので、まあ、そこら辺は置いといて、まあ、来たら面白いなっていう、あれですよね。まあ、全部色チェーンすれば作れるスキンにはなっているんで、まあ、そこが気になるっていうのと、画質が悪すぎるっていうのがすごい気になるんですが、まあ、これはね、まあ、フォーラムサイトの影響もあると思うんですよ。大神っていうサイトで画像を見るとどうしても画像がめちゃくちゃ荒めになってしまいますから、まあ、それもわかるんですけれど、なんだかなっていう。はい。まあ、でもそうやって、まあ、金枠のアイテムでも電動枠と同じような機能が、まあ、多くの金地系消費することによってくるのであれば、まあ、面白いのかなというふうには思いますね。で、最後一応その限定枠のですね、まあ、VIP 版の車両の方が映っていて、まあ、プラス AK の方を装備していて、アイコンもこちらに映っているような画像というのが出ているというふうになってます。この AK の画像、一番なんかね、コラっぽいっていう紫すぎるだろうみたいなね、思うんですけれど、まあ、なくはないかなっていうふうに思います。まあ、すべてまとめていきますと、まあ、全然なくはない要素ですし、まあ、売り方としてはとても理にかなっている方法なのかなっていうふうに思いますが、コラであることを否定できない材料も結構多いっていうですね。まあ、来るのかどうかはわからないですけれど、面白いな程度に考えておく分にはいいのかなというふうに思いました。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、動画の MP5 って金地系で買えるようになると思いますかと。まあ実装されてシーズンが終わってから買えなかったですもんね、金地系の方で。まあ MP5 人気がありますし、まあ今後ですね、釣り要素として使っていくんじゃないですか。 MP5 金枠少ないですし、動画の MP5 は結構人気ありますからね。まあそういう使い方をしたいからこそ、金地系交換はできないようにするみたいな風にしてるのかなというふうに思いますね。で、次ですね、衣装とかもやたらたくさん集まるので、プロフィール展示と装備と準備段階と3種類ぐらいに使えるようにしたら利用価値上がるのにと。まあ、テーマとかもそうなんですけれど、なんだかんだガレージ使うのが今ですね、後ろの背景は一択だみたいな、選択肢として一つしかないみたいな感じになってしまっているじゃないですか。そうではなくて、例えばまあ衣装立てがあってですね、まあ、自分が持っている金幕の衣装とかをたくさん展示することができるみたいな、そんな感じのテーマだったりとか、まあ、あとですね、まあ、重機スキンを何本も後ろに飾ることができますよみたいなテーマだったりとか、あとはまあレコード室みたいな音楽視聴室みたいな感じの見た目にして、自分が持っている SC ボイスをですね、いくつも展示して、それを押したらその一緒にですね、チーム組んでいるメンバーはボイスを流すことができるテーマとか、そういういろんなテーマが欲しいなみたいな。どうしてもガレージ一択になってしまうと面白くないので、そういうのがあると面白いかなっていう風に思うときありますね。で、次ですね、 Wi-Fi の最強回線知ってますかと。 Wi-Fi、 まあその固定回線が強くて、ある程度そのルーダーだったりとかモデムとか無線機能のある機がですね、まあ割と性能良ければ回線も速くなりますから、まあそっちのあれで考えればいいんじゃないですかね。ちょっと前だったらニューロ光がですね、すごい数も少なかったんで、まあそれ分回線速度を速く保つことができるみたいな、そんな感じでやってましたね。一時期はゲーム実況者ニューロ光にするみたいな。今はちょっとニューロ光、まあ早いっちゃ早いんですけれど、工事に取り掛かるまでがマジで遅いっていう風になっていて、まあそこがネックな部分になっているんですが、まあある程度早めではありますよね。で、そこそこのそのまあルーターだったりとか無線機能のついている機器、なんかゴミ買わんかったらまあいけるかなっていう風には思いますけれどね。まあ一軒家とかやったらですね、自分の家だけに回線引いてみたいな、ある程度その分割されないように、分岐して他の住宅にですね回線の方を取られないようにすれば、ある程度の速度を稼ぐことはできますし、まあ集合住宅とかでも本来入っているプロバイダーとは別の会社と契約して自分のところにだけ繋げさせるみたいな風にすると、ある程度速い回線っていうのは保つことはできますけれどね。まあ集合住宅の場合は、まあ、そもそもそれができないような集合住宅だったり、あとはですね、仮にそのできるようになっていたとしても使えないプロバイダーとかがあるんで、まあそこら辺は要相談っていう感じですけどね。